ピーテル・アル・ツェーンは、オランダの画家である、風俗画や生物画を描いた。アムステルダムで生まれ、アラルト・クラッツの弟子であったと伝えられている。長身であったことから、ラングピアや、ピエトロ・イル・ルンゴというあだ名で呼ばれた。18歳で、アントウェルペンに移り、1535年に、アントウェルペンのセール化組合に登録され、1542年に、アントウェルペンの市民になった。 アントウェルペンで結婚して二人の息子が生まれた。妻のおい、ヨアヒム・ブーケラールは、アール・ゼンの後継者となりよく知られた画家となった。1556年から1557年の間、アムステルダムの旧教会のために装飾画を描く、仕事でアムステルダムに戻り、1563年に再び、アムステルダム市民となり、1573年にアムステルダムで没した。 史上の情景など風俗画を多く描き、宗教画に風俗画のような情景を描いたりした試みで知られる。また、生物画というジャンルの開拓者の一人とされる。ありがとうございます。